皆様、大変お騒がせしております。参政党愛知県第9区国政改革委員のプロボクサーの村井隆弘です。まずこの参政党の名前を皆さん覚えていってほしいです。参政党、オレンジ色が、大々色が目印の参政党。まず参政党の名前だけでもいいので、皆さん覚えていってください。参政党は国民が政治に参加する党と書いて参政党です。参政党は普通の人たちが思い一つで集まった政党です。今の政治のあり方がおかしい。今の日本がおかしい。今の政治を良くしていかない、変えていかないといけない。そして日本を良くしていきたい。昔の活気のある日本に取り戻したい。そう思い、皆さんが普通の人たちが集まった政党になります。参政党は2020年に結成され、現2022年に国会議員が登場しました。そして今では140名以上の方が全国で議員が登場しました。そしてこの愛知の地でも10名の議員が登場しています。そして次の衆議院選挙でも参政党は100名以上の候補者を置いています。そして私もその一人です。立ち上がらせていただきました。実際参政党に関わってやっぱすごい思うのが、今までにない政治のあり方、いい意味で政治感がないというか、普通の人たちが本当にこの日本を変えたい、今の政治を良くしていきたい、日本をいいものにしていきたい、子供たちに、孫たちに日本を残したい、本当に思い一つで集まった人たちなんです。党員も今全国で約10万人の方が党員にもなってくれています。戦後このような政党ができたのは初めてなんです。国民のための政治のプラットフォーム、参政党は戦後初めてこのような政党を立ち上げました。参政党は本気で今の政治、日本を良くしていきたい、そう思い立ち上がっています。実際皆さんは今の政治のイメージってどうお持ちでしょうか。いいイメージを持っている方ってすごい少ないんじゃないかなと思っています。今の政治ってうさんくさいとか嘘くさいとか堅苦しいとか、そんなイメージをお持ちの方ってすごい多いんじゃないかな。実際僕もそう思っていました。選挙のオファーをいただいた時も違和感を感じ、目の前の政治家さんに対して魅力を感じませんでした。ただこの参政党に出会い、この代表神谷宗平さんにお会いした時に僕は純粋に感銘を受けました。言ってることとやってることの一貫性、この人は本当にブレてないな、自分も戦ってるつもりでいたんですけど俺以上に戦ってる人がいる、覚悟を持っているな、信念を持っているな、自分以上にこんだけ戦ってる人がいるんだと思った時に自分もやらないといけない、そう思い僕はここに立ち上がって声を上げさせていただいてます。そしてこの参政党の名前だけでもいいです。皆さんぜひ覚えていってほしいです。今の政治、選挙の投票率も 50%、 半分の方が選挙に行ってないんです。これってどこの国見ても日本だけで、この 50% の方が選挙に、政治に興味がない、無関心、これ自体を変えていかないと日本は良くならない、そう思っています。
そして僕がここに立ち上がった理由は、その5割の方、50% の方、政治に行ってない方々に少しでもいいから政治に興味を持ってもらい、関心を持ってもらい、選挙にまずは行ってもらうこと。僕みたいな人間がこうやって矢面に立つことによって、皆さんが政治に少しでもいいから関心を持つんじゃないかな、そう思っています。そして今こうやって僕は政治活動もやらせていただいていますが、現役のプロボクサーとしても活動しています。プロボクサーとして活動して、あの格闘技界で有名な那須川天心に試合のオファーをかけて、ヤフーニュースにも載りました。そしてプロボクサーを一度引退して29歳で復帰したんですけど、そして去年の10月に日本ランキングも復活しました。そして那須川天心に試合のオファーをかけて、ヤフーニュースにもなったし、来年の3月には世界ランカーと試合も決まりそうです。政治活動もそうですけど、プロボクサーとして活動することによって、自分自身が矢面に立ってメディアに露出されて、一人でも多くの人たちに目に映るようになって、あいつプロボクサー、政治もやってるんだ。それで間口をどんどん僕は広げていきたい。そう思い、プロボクサーとしても全力でやるし、こうやって政治活動も全力でやります。そして、政治に関心がない、興味がない人たちに、一人でも多くの人たちに少しでもいいから、政治に興味を持ってもらい、関心を持ってもらい、まずとりあえずは選挙に行ってもらうこと、どこの政党でもいいです。まず皆さん、選挙に行ってほしいんです。我々が政治に対して、政治家さんに対して無関心であると同時に、政治家さんも我々国民に対して無関心なんです。それだったら自分たちが選挙に勝つための政策だったり、自分たちが選挙に勝つための人たちとしか付き合わないんです。それが今どんどんやりすぎて、行きすぎて、今の状態になっちゃってるんです。皆さんが声を上げていかないといけないんです。国民が、みんなが、一人一人が力を合わせて、みんなが動き出さないといけないんです。僕が難しい政策だったり、そういうのはできないかもしれません。ただ、僕ができるのは、一人でも多くの人たちに知ってもらうこと、きっかけを作ること、背中を押すこと、それぐらいだったら僕でもできます。皆さんでもできるんです。皆さんで一緒にこの日本を変えていきたいです。政治のあり方を根本から皆さんで変えていきましょう。この参政党、ぜひ名前だけでもいいので覚えていてください。オレンジ色が、大々色が、目印の参政党、国民が政治に参加すると参政党、皆さん名前だけでもいいです。ぜひ覚えていってください。そしてこの私、プロボクサーの村井隆弘、名前だけでもいいので覚えていってください。そして僕がまずここに立っている理由もお話しさせてください。私はプロボクサーとして活動もやってますけど、一度引退します。そしてこの参政党から声を上げているのも、プロボクサーに復帰したのも、すべて意味があります。私は育ってきた環境がすべての根源なんです。私は生まれた複雑な家庭環境で育ち、物心ついた時からずっとなんで生きてんだろう、生きたらどうなるんだろう、そんなことを思いながら生きていました。二つ上の兄は父親が違う。弟二人がいるんですけど、弟二人は母親が違う。そういった環境で育ちました。両親は生まれてすぐ離婚。物心ついた時には母親に育ててもらっていたんですけど、母親に対して母親っていう感情を入れてなかったです。この人の言うこと聞いとったら生きていける。そんな感じでしかなかったです。自分の中で小学校2年生、3年生まで楽しいという記憶がほとんどありません。ただ、そんな自分を変えたくて、ボクシングを始めたんです。
中学3年生の15歳の時です。そしてその当時のジムの会長に、17歳になったらプロボクサーになれるからお前になってみろと言われたのがきっかけで、ボクシングというスポーツ、ボクシングを真剣に取り組みました。そして私は17歳でプロボクサーになって、リングの上の高揚感を知ったんです。人に応援される喜び、人に応援される喜び、そういったものを人生で初めて知ることができました。自分自身を変えることができたんです。私は皆さんみたいにレールに引かれた人生ではありません。いい高校に行ってなければいい大学にも行ってません。ただプロボクサーになって、新人王を取って、日本ランキングに入って、そしてプロボクサーを引退をして、それで就職をして、営業成績も全国で一番も取りました。すごい思うのが、僕は学校には行ってませんけど、プロボクサーになって結果を出すことによって、人に応援されることによって、自分自身に自信を持ち、誇りを持ち、自分の選んだものに対して責任を持てるようになったんです。ここまで僕は全部自分で選択して選んでここまで来てます。結局いろんなことやってたら、とやかく言う人もいっぱいいます。あいつまた違うことやってんで。ただ見てくれてる人は見てくれてるんです。僕は大阪で、家族が今もずっと応援してくれてます。プロボクサーになって応援してくれてた人たちも今もずっと応援してくれてます。そして引退をして愛知の地で就職もした時、それでオープンハウスの時の同僚も今もずっと応援してくれてます。そしてその後も生命保険屋さんで仕事やってたんですけど、その時で出会った人たちもずっと応援してくれてるんです。プロボクサーに復帰しても今でもたくさんの人に応援をしてもらってます。応援されてみんなに支えてもらってます。自分は人に応援されて、必要とされて、自分で結果を出すことによって、私は自分は自分の存在意義を見出してます。これは今僕思うのが、自分で考えて結果を出して行動して結果を結びつける力、このようなことが僕は今の時代に必要なんじゃないかな。そして自分で選択して選んだものに対して、自分はこれをやってるんだ、その選んだものに責任を持って、自信を持って、誇りを持つこと、別に何でもいいんです。人と比べることもないんです。まずは各々がそれぞれがそういった使命を、役割を持つことが必要なんじゃないかな、僕はそう思っています。ただこれは大人になってからではすごい遅いんです。幼少期の時から、物心ついた時から、そういった教育をすることが大事だと私は思ってます。ゴールが分からはい、すいません。全然大丈夫、続けてください。すいません。はい、まずとりあえず僕がやっていきたいのは、こんな人間でもこうやってできるんだよ、一人でも多くの人に伝えていきたいです。知ってもらいたい。そしてこれやっていいんかな、あれやっていいんかな、思っている人たち、やっていいんです。声を上げていったらいいんです。間違っててもいいんです。失敗してもいいんです。見てくれてる人は見てくれてます。応援してくれてる人は応援してくれてます。そして自分が前を向くことによって、前を向いた者同士が引き寄せ合うんです。それでみんなで本当の意味で依存するんじゃなくて自立すること、そして自立した人たち同士が手を合わせることによって、またさらにすごいものが生まれるんです。僕はそれをずっと経験してきてます。そしてもともと何もなかった、夢も目標もなかった、そんな幼少期からここまで来させてもらいました。一回2017年の8月、練習中に理性飛んで精神科の病棟で手と足をされる入院も経験しました。だから僕は分かるです。する人とか、人を見てしまう人とか、
そういった人たちの気持ちもわかるんです。その時は全てが敵に見えました。ただ人はそういったものを弱さだったり、一回そう落ちるとこまで落ちるけど克服できたら、それが自分の使命になり、そして自分の天命になっていくんです。俺の役割なんだ、自信が持てるようになるんです。誇りが持てるようになるんです。頭いいとか悪いとか肩書きとかどっちでもいいんです。上げ足の取り合いも必要ありません。今の政治家さんとか見てどうでしょう、大人たち見てどうでしょう。自分のことみんな正当化してなせしていませんですか。自分のことを正当化する必要もないです。自分に嘘をつかず正々堂々と生きること、まずはそういうことが一番必要だと私は思ってます。そして子供の教育もそうですけど、まずは大人が親が変わっていくことです。子供は親の背中を見てるんです。大人たちを見ています。我々が希望に未来を持って発信していきたいんです。そして皆さんの手で、皆さんの力で、この日本をいいものにしていきましょう。一人の意識が変われば周りが変わります。周りが変われば地域が変わります。地域が変われば社会が変わります。そして社会が変われば日本が変わります。そしてこの愛知の地、愛知の地から日本を変えて世界に発信していきましょう。参政党愛知県第9区国政改革委員プロボクサーの村井貴弘でした。ありがとうございます。